河野顕輝は、和歌山県和歌山市出身のプロ野球選手、コーチ、監督。1956年に年間85盗塁を記録し、当時の日本記録を樹立。同年の最多盗塁士29はその後、破られていない。セパ両リ,リーグで盗塁王を獲得した唯一の人物である。和歌山工業高校から松下電機に進み、 1953年の都市大港にチームとしての初出場を果たす。1954年に阪急ブレーブスへ入団、同年は開幕から二類手に抜擢されて A 値を獲得。1955年には帰国したラリー・ルインズの後継として遊撃手に回り、初めて規定打席に到達した。3年目の1956年に85とおるよ、記録し、 ト類王に輝く。この記録は1972年に後輩、福本豊に抜かされるまで日本記録であった。1957年はロベルト・バルボンと1、2番を組み、56盗塁で2年連続の盗塁王を獲得。1958年に本、屋敷金吾が入団すると三塁手に回るが、瞳掛け夫との競争に敗れ行き場を失う。 しかし1959年には中堅守にコンバートされ復活した。1961年に岡島博治との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍。同年にはチャンスメーカーとして打率。275の高成績を記録し、遊撃種のベストナインを獲得。1962年には、再び自慢の瞬足で3回目のトール洋を獲得。セパリグで、 トール用を獲得したのは河野だけである。1963年も自己最高の打率、294を記録。1964年に牧田雅彦との交換トレードで阪急へ復帰。阪神に移籍した本屋式に代わり、2年間はレギュラー遊撃手として活躍するが、1966年に山口藤尾に定位置を譲る。 1967年に西鉄ライオンズへ移籍し、同年に現役を引退。引退後は西鉄、ヤクルト、日本ハム、ロッテ、阪神タイガースで監督、コーチを歴任。落合博光が中日監督時代に選手に対して行ったノックも、落合がロッテ時代に河野から受けたことが影響していると言われている。2014年1月25日死去。 1955年に来日して、河野のチームメイトとなり、河野の後に通るようを3度獲得したロベルト、バルボンは、プレイスタイルや日本での生活の手本のほとんどを2歳下の河野に求めていた。バルボンは、後年、河野さんは、僕のティーチャーです。恩人です。河野さん親切にしてくれたから、僕に本に折れたと思うわ、ほんまと振り返っている。 毎日オリオンズ戦で三頭を決めるコーノ、ありがとうございます。